デイビッド・テナント、デイビッド・テナント、デイビッド・テナント、1971年4月18日体は、イギリスの俳優、スコットランド出身。舞台俳優としては、ハムレットのハムレット役で絶賛され、テレビドラマシリーズ、ドクター・フーの10代目ドクター役として高い知名度を得ている。3歳の時に、ドクター・フーのファンであったため俳優を目指すことを、両親に話すが、 両親からはもっとありふれた職業に就くようにと、諭されている。ドクター風を全エピソード欠かさず視聴し、当時のドクター役であったのサイン会にも参加している。ラルストン小学校とで学ぶうちに、英語の教師によって、自らの才能に気づくことにいる。小学校とグラマースクールの両方で舞台に立っている。11歳で踏んだ初舞台は、スコットランドの女優に注目され、 感激後に将来は有望な舞台俳優になるだろうと両親に告げられている。またなど曜クラスに通い、16歳の時に最年少でアカデミーに合格。2、同性同名の俳優がすでに登録していたため、10代向け音楽雑誌に載っていたペットショップボーイズのボーカルのニールナントから芸名をテナントとする。友人で女優のとはアカデミー時代から 学士号を得るまで共同生活をしていた。プロとしてはグラマースクール時代にデビューを果たしている。16歳の時にグラスゴー保健局の禁煙啓蒙広告に出演し、テレビと学校で放送された。同年、子供向け番組に出演。演劇学校を卒業後の初出演作はと、共演したベルトルトブレヒト作で、数少ないへの出演だった。また当時から、 テレビ番組にも出ており、スコットランドのシットコムに、聖天鑑賞のバーメイド、ダビーナ役で出演している。1990年代は、ダンディーレップシアターでの舞台に出演することが多かった。初めてのテレビ番組でのレギュラーは、1994年放送の、スコットランドのテレビドラマシリーズの、総局性障害を患ったキャンベル役である。撮影中に、コメディンと出会い、 ロンドンへ引っ越してから5年にわたり、ウィアーアタックで生活。その間に彼女と夫、ジェレミー・ノートンの間にできた子供の名付け親になっている。その後しばらくは、ウィアーの出演作に出ることが多く、テレビドラマ、ドクター・フーのオーディオドラマに出演。また、日陰の二人で、クリストファー・エクルストン演じる10に対し、頭脳で勝負をしようとする、酔っ払いの大学生役を演じる。 あとに、エクルストンは、ドクター・フーノを演じ、前任者となる。またロイヤル・シェイクスピア・カンパニーで頻繁に、舞台俳優としての経験を積んでいく。初舞台は1996年の、お気に召すままで、プレーボーイのオーランド役を受けていたが、同家のタッチストーン役になり、スコットランド英語で演じた。その後は、同家役専門となり、間違いの喜劇のシラクサのアンティフォーラス。 リチャード・ブリンズリー・シェリダン作のキプテン・ジャック・アブソルートを演じ、一方で、ロミオとジュリエットのロミオ役で、悲劇的な役も演じた。さらに1998年に発売された、シェイクスピアのオーディオドラマシリーズにも出演している。間違いの喜劇、ベニスの商人、リアウォー、ロミオとジュリエットに、スコットランド語で参加。1995年には、 ロンドンのロイヤルナショナルシアターでの2ニコラス・ベケット役で出演。役がラジ裸ゼンナで演じることとなった。テレビでは2000年の第1話にエキセントリックな画家として出演。スコットランド英語で演じた数少ないテレビドラマでの役である。2002年のクリスマスシーズンに薬局チェーンの CM シリーズに出演。2004年から2005年にかけて テレビドラマへの出演が一挙に増え、にそれぞれ主演、または準主役級で出演。映画では、スティーブン・フライ主演の、ハリー・ポッターと炎のゴブレットに、バーテミウス・クラウチ・ジュニア役で出演。ドクター・フーは、長い休止期間を経て、2005年に、クリストファー・エクルストンの9代目ドクターで、英国テレビ界に戻ってきた。しかし2005年3月31日に、エクルストンが、 シーズン2には参加しないことを表明。4月16日に BBC はテナントを新しいドクターとすることを発表した。10代目ドクターとしての初登場は2005年放送ののラストシーンで、また11月18日にはその続きであるうちで放送されたにも出演した。2005年7月後半にはドクター風の新シリーズの撮影を開始している。 主演としての初登場は2005年クリスマススペシャルのである。子供の頃の夢を叶えたことについて非常に感激していると何度も明言している。GWRFM のインタビューではドクターになりたくない人なんている僕は自分のターゲスを手に入れたんだ。と語っている。2006年番組の専門誌の読者投票で長年にわたり1位に止まっていた。 トム・ベーカーを下し、最高のドクターに選ばれた。2007年、BBC 発行のテレビラジオ誌の投票で、最もクールなキャラクターに選出。エクルストンの後任に選ばれたと決まった時、北部なまりのあった9代目に代わり、初のキルトを着たドターとして、スコットランド英語で演じることを望んでいたが、ラッセル・ T ・デイビスが、ドクターのアクセントが、地方巡りになることを望まなかったため、 川口行英語で演じることになったとのインタビューで明かしている。チャリティ番組のコンサートで一番好きな話は四代目ドクターのであると話しており、また別のインタビューでは最も好きな旧シリーズのモンスターはあるとも言っている。しかし十代目ドクターとしてザイゴンと共演することはできず、小説版ので戦えただけであった。後に50周年特番にてザイゴンと共演している。 ドクター役を演じる前にもアニメ版のの会に小さな役で出演している。近所にレコーディングスタジオがありそこでドクター風が収録されていることに気づきディレクターに頼み込んで役をもらっている。制作のラジオドラマにも何作か参加するほどにドクター風に対して熱狂的であったが当時は一度もドクター役を演じることはできなかった。初めて主要な役を演じたのは七代目ドクターの オーディオドラマでナチスの注意を演じた。2004年にはでダーリクの秘密を発見し論文にまとめる若い男性がララー役で初めて主役演じた。2005年にはドクターフーに登場する組織を舞台にしたオーディオドラマに出演し同じ役でにも出演。これらのオーディオドラマでは役で長年ドクターフーに出演してきたと共演している。またでは 名前のない役も演じている。ビッグ、フィニッシュプロダクションのオーディオドラマには他にも多数出演している。2007年6月9日の各回の放送終了後に BBC3 で放送される撮影風景などの番組内で Do you remember the first time? というタイトルの映像作品で監督デビューをしていい。2007年のうちで放送されたミニエピソードでは 演じる五代目ドクターと共演。新シリーズになってから初めて複数のドクターが登場する回であった。また、2008年のでは、デイビソンの娘ともドクターの娘ジェニー役で共演している。CBBC で放送されたアニメ版、ドクター、フーノとニモ、ドクターとしてゲスト出演している。また別のアニメシリーズでは主役として登場。に,もには、ドクター役で、 ゲスト出演した。2008年に放送されたシリーズ4まで10代目ドクターとして出演し続けたが、2008年10月29日にドクター役を降りることを発表。2009年に4回スペシャルを放送し、2010年1月1日の放送が最後のドクター役となった。デイリー・ミラー紙は後にすでに辞めることは決まっていたが、そのことをドクター風の ファンコンベンションでは一切話してはいけないと決められていたと報じた。これはスペシャルの内容をうっかり話してしまうことを避けるためであった。BBC は2013年3月30日にテナントとビリー・パイパーがドクター・フーノで復帰すると発表。マット・スミス、ジェナイ・コール・ルイーズ・コールマンと共に出演する。ドクターを演じていた間にも2005年12月、 はじめに ITV でに出演。シアターロイヤルトロイヤルライシアム劇場で上演された舞台はビクトリアアルバート博物館にビデオアカイブとして保存された。翌年の再演にはリハーサルにのみ参加している。2006年1月1960年に無修正版が発行されたチャタレープ人の恋人の歪説性に関する実際の裁判を テレビ映画化しに役で出演するため1日だけドクター風の撮影を休んでいる。この映画は作家でもある脚本でドクター風で多くの監督を務めるが監督し BBC4 で放送された。ホガートの息子でジャーナリストのはガーディアン氏でテナントの演技を称賛している。2007年2月25日 BBC1 放送の脚本のドラマで主演を務める。 建設企業に勤めていたが脳に損傷を受けたため人生をやり直さなければならなくなったアランを演じた。妻を演じたのは友人でもあるで以前にもブラックプールとドクターフーの、でも共演している。サラは私たちはまるで20年もの間プレストにあるテラスハウスでしつこいシットコムをやり続けてるみたいと冗談めいて話している。 2007年11月11日 BBC1 で放送された運転指導員が生徒から恋されて死ぬコメディドラマで主演のクリスチャンを演じる共演はドクターフーノで共演した2007年に放送されたの最終回ではドクター役で亀を出演している2008年11月 BBC と HBO 制作のドラマで アーサー・エディントンを演じた。撮影は、ケンブリッジとハンガリーで行われている。2009年、ロイヤル・シェイクスピア・カンパニーの2008年の公演、ハムレットのテレビ映画版を BBC2 で放送。2009年10月から PBS 制作の番組のホストを務めた。2009年12月、NBC 制作のドラマにパニック発作を抱えるシカゴの弁護士。 レックス役で出演するも、パイロット版のみの制作で本放送には至らなかった。2010年10月、で妻に先立たれ5人の子育てに奮闘する、男性デーブ役で出演。この役で2010年のプログラムアワードで最優秀男優賞にノミネートされた。2011年、マンチェスターユナイテッドで、と呼ばれたチームと、1958年に起きた。 ミュンヘンの悲劇を描いたテレビ映画、ユナイテッドミュンヘンの悲劇マイナスに、監督とアシスタントマネージャーを務めていた役で出演。2011年9月、コメディシリーズの1話に、ゲスト出演した。2012年4月、放送の1話完結ドラマの主演を務める。同時にの小説を脚色した BBC4 のドラマ、で、主役じゃんイコール。 フランソワ・メルシエを演じることが発表された。4月から6月にかけて、ポーランドで撮影を行った。NBC で放送されているの、ハンニバル・レクター役のオーディションを受けたが、僅差で、マッツ・ミケルセンが認めることになった。しかし番組制作のブライアン・フラーは、演技に感銘を受け、いつかゲストとして呼びたいとしている。6月9日、BBC2 のドラマの撮影を開始。つまり、 キャリアの先を越されてしまう野心家の大人役を演じる。6月17日、BBC1 の反則強ドラマに出演。また、ITV 放送の刑事ドラマに出演することが発表された。撮影は、ブリストルで8月から始まり、2013年3月から放送された。2012年秋の土曜夜に放送される、コメディのクイズ番組コメディーワールドカップの司会を務めた。 全7回。2013年1月から3月にかけて BBC1 放送のを撮影。テナントは才能ある無敗の法廷弁護士を演じる。全3話で2013年10月29日より放送。2014年1月よりブロードチャーチのアメリカリメイク版であるグレースポイントが撮影開始される予定。2007年12月に トップギアの有名人レースに登場のオーディションに26回も落ちたことを明かした。2007年、カタログ販売のとスコットランドのバンドの2008年のアルバム、そして NPO 団体の広告のナレーションを担当。いずれもスコットランド英語を使っている。また、Wii、アメリカンエキスプレスの CM でもナレーションをしている。2008年5月16日、 チャンネル4で放送されたイリュージョニストダレン・ブラウンがホストを務める番組に出演。4月26日から5月2日号の市で、ブラウンはドクター風の魅力の一つ、タイムトラベルだから、テナントにタイムトラベルを体験してもらいたかった。彼は正直で空気に乗りやすく、それにいいリアクションをしてくれた。あんなに絶叫するなんて、と言っている。番組内ではオートマティスムで、 未来落ちをしてもらう姿が流れた。また、この番組のシリーズ最終回にも出演し、その他の出演者たち全員と一緒に実験に参加している。2008年、様々な SF ドラマのパロディをするコメディラジオ番組のに、地元ロージアンな割りのあるドクター・ビープ役で出演。また、同年2006年にノルウェーで公開されたアニメ映画に、 ウディハレルソンと共に声優として参加。ハンターのハーミッシュ役を演じた。英語版の脚本は、主役の吹き替えも務めるサイモンペングにより、書き直されている。2009年初頭、から依頼を受けプラネタリウムで上映される映画、We Are Astronomers のナレーションを担当。2009年3月13日、テレソンにテレビ司会者と二人で、プレゼンターとして参加。トップ・オブ・ザ・ポップスの チャリティスペシャルでライブを披露したフランツ・フェルディナンドの提示に上がり、ノーユーガールズにギターで参加した。2009年夏、映画、セイトリニアンズ・女学院に不良女子高生たちの最悪ミッション、パイレーツの秘宝を狙え、の撮影に参加。2009年12月に公開された。2009年10月のスプーキーエンパイア・コンベンションで映画監督ジョン・ランディスが、 サイモンペグ主演のバークヘアにテナントをキャスティングしたことを公表。しかし2010年1月にスケジュールの関係上降りたことを発表した。2009年11月、ラジオ局の朝番組に3日連続で司会者と共に司会を務めた。2010年10月にも1日だけ司会者をしており、さらに2011年9月にも出演している。また、クレシッタ・コーエル作の ヒックとドラゴンから始まるヒックホレンダスハドック三世、シリーズオーディオブックの前作でナレーションと全キャラクターの声優をしている。このオーディオブックではすべてのキャラクターがまるで別人によって吹き替えられているかのような声色の使い気を聞くことができる。映画ヒックとドラゴンにもスピテルアウト役で声優を担当している。2010年3月7日 BBC ラジオ4の内で放送された20日、ネズミと人間にジョージ役で参加。2011年5月16日から9月3日までドクターフーの共演者と共にでシェイクスピアの喜劇から騒ぎに出演。ベネディック役を演じブロードウェイワールド UK アワードの最優秀舞台主演団優勝を受賞した2011年9月2013年春公開予定のアニメ ポストマンパッドの劇場版有能言ーレザワンに声優として参加することが発表された。2011年10月、コメディ映画の撮影をコベントリーで開始した。テナントは、主人公でわた、迷惑な教師ミスター・ピーターソンと、その双子の兄弟で、ライバルに当たる人物の2役を演じる。2012年4月、バージンメディアの広告に出演したが、 そのうちの一つがから指摘を受けて、途中で公開を取りやめている。理由は広告内で、ドクター風に関わる表現を使用したため、BBC の定めるガイドラインに抵触したためである。2013年5月、テナントは、ロザムンド・パイク共演の BBC 制作コメディ映画、ホワット・ウィーディド、オン・アワー・ホリデ y すると発表される。撮影は6月17日から7月30日まで。 スコットランドで行われ、2014年に劇場公開予定。近年はテレビでの活躍が注目されているが、自身は舞台に立つことを生き様と説明している。2007年8月30日、ロイヤル・シェイクスピア・カンパニーに参加し、パトリック・スチュワートと共演するハムレットと恋の骨折りゾンのビローンを2008年の舞台で演じることを発表。 2008年8月から11月までストラトフォード、アポン、エーボンので、ハムレットを、レパートリーシアターの形式で10月から11月まで、恋の骨折りゾンを演じた。ハムレットは、ロンドンのウエストエンドにあるで2008年12月に、再演されたが、その間に、追感ンヘルニアを発症したため2008年12月8日から2009年1月2日まで、 大役のがハムレットを演じた。2009年1月3日に復帰し、1月10日の千秋楽まで出演した。2011年4月、ロイヤル・シェイクスピア・カンパニーの50周年記念一手に、ハムレットでの写真が使用された。2012年1月、ロイヤル・シェイクスピア・カンパニーの選考委員と、新しい芸術監督に選ばれた。2013年1月23日、 2013年度のロイヤル・シェイクスピア・カンパニーの冬季シーズンに上演されるリチャード2世でリチャード2世を演じると発表10月10日から11月16日までストラトフォードアポン・エイボンのロイヤル・シェイクスピア・シアターで12月9日から2014年1月25日までロンドンのバービーカンセンターに移動してのぼされる出生時の名前はデビッド・ジョン・マクドナルド デビッド・ジョン・マクドナルド。少なくとも2007年までは、それが本名であったが、映画俳優組合に所属する俳優は法的な、名前を名乗らなければならない、という規則があったため、現在は法的にも、デイビッド・テナントという名前に改名している。兄・ブレア、姉、カレンの三兄弟の末っ子、サンディ・マクドナルドこと父は、スコットランド国教会の元教会総会議長で、 ドクター風のシーズンに読んだいは、にセリフがない役だが、仮名を出演している。父の仕事の関係上、レンフルージャヤノで育っている。母ヘレン・マクドナルドは2007年に、ガンで死去。先祖は、北部アイルランド出身。2009年12月のインタビューで、恋愛関係というのは、当事者同士の間だけでも難しいのに、ましてや公にそのことを話すなんてと語るように、プライベートや、 恋愛関係については、明かすことは、ほんどない。そんな中でも、ドクター風で共演した、ソフィア・マイルズと交際していることが知られていた。2011年1月にと婚約したことが、イギリスの各紙で報じられた。モフェットは、ドクター風のシーズン4第6話、で、ドクターの娘役で共演しており、またも、フェットの父は5代目ドクターを演じていた。3月には人の間に、 ジョジオリーブが2013年5月には男児・ウィルフレッドが誕生した。9月にはモフェットが16歳の時に出産した息子、タイラーを養子に迎えている。2011年12月30日に結婚。現在もインタビュー等では滅多に家族や子供の話をしない。スコットランド国教会の信者であり、宗教は自らの人格を形成するために決して欠かせない。 ものとして位置づけており、時折礼拝にも参加している。2008年、主催のプレイングフォーザープラネットアワーズで、この星で最もな俳優に選ばれている。労働党の支持者で、2005年のに参加している。2010年の選挙で、当時の首相ゴードン・ブラウンの再選を支持し、4月の選挙放送に声を寄せている。の支援者である。嫌いな生き物はが、 ハイザーチーフスのファン。好きな映画監督はアルフレッド・ヒッチコック。好きな俳優はオードリー・ヘップバーン。2005年、紙のイギリスのテレビで最も影響のある人物トップ10ランキングでキャザノバ・ドクター風を引き合いに出し、第6位に選ばれた。2006年1月、イギリスのゲーレズビアン向け新聞ザ・ピンク・ペーパーの読者投票で、 デビット・ベッカムやブラッド・ピットを抑え、宇宙一セクシーな男性に選出。1万人以上の女性による投票の結果、女性向け雑誌ニューウーマンの2006年3月号で、男性トップ100で20位に選ばれた。2006年10月、スコティッシュ・スタイル・アワードで、スコットランド最もスタイリッシュな男性に選ばれた。2007年、ラジオ・タイムズ氏の調査で、 最もクールなテレビ出演男性に選ばれる。またで2006年、2007年、2008年、2010年に最も人気のある俳優として賞を受けている。2008年、イギリス版コスモポリタン氏の世界一セクシーな男性のランキングで16位にランクイン。2007年7月9日発行のガーディアン氏の付録版メディアガーディアンでイギリスメディアで 最も影響のある人物として24位に選ばれた。2006年のメディアランキング特集号でも選ばれている。2008年12月、ザ・ステージ氏のイギリスのショービジネスで最も影響力のある人物の一人に選ばれた。トップ20のうち俳優としては5番目に選ばれているが、このランキングは基本的にプロデューサーや監督が選ばれているものであり。 ザ・ステイジェス氏の編集者は選出の理由に、ここ数年のうちで最も高い興行成績を上げている俳優であるからと語っていい。知名度と人気の高さから、様々な SNS 上では本人を模倣するアカウントが多数、出現しており、2010年に BBC が、テナント本人はいかなる SNS も利用しておらず、本人らしきアカウントから発せられる情報はすべて、 嘘であると声明を発表しているほどである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。